2016年1月、今日何日？1月30日はい、風船うさぎのオールナイトニッポン
です。こんばんは。すいません、ほんま今日は雨かな思ってたら一応止んだんですけど、風めっちゃ冷たくてね、ね、そんな中たくさん来ていただいて本当にありがとうございます。いや嬉しいです。はい、ね、ほんまになんか最初は始まる前なんかいらんこと言って滑ってなかった？大丈夫？なんやろね。あんなん急に喋り出すから何言ってんかな、前振り、前振り、あ、前振り失敗したパターンやな。ね、ほんまね、あ、まあ、うちらはそういうあの、まあ、風船うさぎはですね、昭和40年から50年代の歌謡曲のカバーをさせていただきます、させていただいております。はい、で、うん、そうですよ、頑張るわな。これまあね、あの一応あの今まではそれで、まあ、1900でいうと70年代までって言ってたんですけども、ちょっとねリクエストとかによったら80年になってでもいいやつあるやんと、最近ちょっと気がつきまして、まあ、ちょっとだけあのちょっとこう手を広げる感じになってるんですけど、今日もどっかでそれが80年代の曲1曲仕込んできてるんで楽しみにしていただいて、はい、ということでまあね、そんな感じで、ん、何の曲か言われへんね、言われへんな。そんなもん寝打ち超えたってしょ。いいやん別にね、ちょっとぐらいね、寝打ち超えてないよ別に。ごめんなさいごめんなさい、もうね、もう大阪だから言葉悪いのよ、ね、そんなんで、まあ、あの今日は最後まで楽しんでいっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
実はこう2016年初めてのライブで、こちらのナイオンナイさんにお世話になってもう ありがたいことに2年目ということになりました。本当にありがとうございま います。もうね、もうありがとうございます。もう君ら来年もうええわって言われるんちゃうドキドキしながらでもちゃんと、はい、やらせていただいて、はい、今日がですね、去年の今頃ですよね、1月29日が初ライブあって、その時ね雪降ってたんですよね。めっちゃ寒くて、そんな時にね、それでもまあ今日みたいにたくさん来ていただいたんですけども、で今からやる曲がその初ライブで1曲目にやった曲で、まあ昭和歌謡といえばこれみたいな感じの、結構ね、あ、そうか、雪ごつ積もって積もってはないし、積まってもないねんないや結構積もってたで、積まってはないで、あのね、来たなおひろあらちょっとびっくりした。行かなあかんの。ねえ、ほんまちょっといらんこと言う、後ろからいろいろ言ってきますけどもね。雪がすごかった。そうなんですよ。そうそう。でね、その同じ曲を今からするんですけどね。まあ最近ね、このギターお二人が一緒にリフをイントロを弾きたがってですね。どっちが間違っても分かれへんようにする。のなよね。何してんの。じゃあね、二人でバッチリと。ね、やってるって、その間違って一応も間違えずにその辺もね、ちょっと注目していただきながらこちらの曲をやって、で、まあその後に一つ、まあまた古い曲でいいのを仕入れてきましたので、ちょっと2曲続けてやりたいと思います。次ギターよろしくね、頑張れ。無難な演奏でいいから、無難な演奏やな、冒険戦で、はい、そうじゃあではこちら、かっこいいですよ、ご注文、パラウンド的でねご注文
ね、やっとかないとね、あのピートライブさんへの敬意を込めて、はい、レースの忘れた、そうやん、もうあんだけ練習してたの、はい、虎の巻に、はい、こちらご存知でしょうか、伊藤咲子さんのひまわり娘すごい反応ね、もういい曲ですねこれね、皆さんがこうありがとうございますリクエストもらって気づくこと多いんですよ、やっぱまだまだ全然知らないので、ね、いい曲ですね、いい曲です、新曲ね、あ、そうです、新ネタですね、新ネタで、ね、そう新ネタ誰がリクエストしたのこれは、いや内緒です、だって皆さん名前書いてあらへんあそうなんです、ありがとうございます、ほんなんでどうしたよ、うん、何が、さっきもあの言ってはったんですけど、あのリクエストカードをこちらあのご用意されてるみたいで、もしよかったらあの次休憩行ってる間に休憩って言ってる間に休憩すんの、休憩す、私次のステージの打ち合わせすんねんけどみんなで、うん、そうそうやってやってそれをねやってる時にでまた帰っていただいて休憩なんかせんめっちゃあのすいません今日風船初めての人とかいらっしゃいます、もしかしたら、で、あ、こちらと、あと、あちらとあちらで、あ、ありがとうございます、ねえ、なんか真面目にやってんのかどうか分からへん、食らわないでね、ほんまにね、めんどくさいんですけど、ちょっと慣れてくるっていうか、癖になってくると思うんですよ、この感じ多分ね、なってくれたらいいなと思ってるんですけどね、で、あの、さっきそう、あちらでポイントあ、じゃあ、あのシールあのもらってもらったと思うんですけども、それのちょっと説明というか、あのまあ結構ね私たち1年においてまあ結構な数のライブをさせてもらっていてね、でまああの来ていただく方ね、なんかこう何かお返ししたいなと、であのポイントカード作ろうかっていうそれをねこの間の練習で考えて、でもう完全にねミュージシャンの発想じゃないんですよね、もう社会人の発想
ローソンがつたやねポイントカードね作ろうと。でもまあ考えたのがこの間だったんでまだポイントカードできてないんですよ、ね、とりあえず今日シールをね渡してもらって皆さん財布に入れてもらってですね次来てもらった時にカード渡したら次来てもらったじゃないまあそうですねそう、なくさないですね。ほんで、1ライブにつき1ポイントで、かつらやっぱちょっと遠かったりするので、2ポイントつけて、かつらの地元の方はお得ですよ。ほんで、5ポイント貯まったら、ワンドリンクチケットをプレゼントさせていただきます。で、10ポイント貯まったら、ご希望のライブチケットもお渡ししようかと、って言って、いらんと、ね、いやドリンクの方がええわっていう意見があったらまた教えてもらって2枚ちょうだいって言ってねまあそんなんでやってるんでポイントシール皆さんちょっと持って帰っていただいて、うん、有効期限ございませんので私らがやってる限りやってる限りねそんな横でね MC サポートしてくれてるお花坊小川優子ですキーボード小川優子もうちょっとね先々週の練習でね前髪切りすぎてびっくりしたんですけど来た時にねあら、のもうの絵の賞もらってもらいなさいよメンバー紹介後でもあるのにありがとうございますよかったねお花坊大人気だよねお花坊最近お花坊お花坊ってわかります知ってはります？志村けんのコント番組で石野陽子が昔やってたこんな前髪見てくってアホの子なんですけどビターッと揃ってたそうそうそうでもさっきな、うん、あそこでカメラマンやってくれてはる人どこ行った？え？ヒデさんのこと？うん、あ、ヒデさんヒデさん、トイレちゃうかあ、行ってたあの人な、うん、なんだスポック船長スポック船長の写真見てほらってそっくりこの人すごいいじられキャラなん最近なのか知らんけどで一応フェイスブックとかブログでねお花坊の前髪見に来てくださいねってこう書いて多分お花坊の前髪見に来たよっていう人いると思うんですけどありがとうございますそうなんでねちょっと伸びてもうたんですよねうんハサミ入れてきたらいいのにね多分ちょっと伸びてきてる分かった今度やっとく今度はもっと短くしてきますのあなた仕事あるんちゃうのこれでも社会人だとそうやなそうなんですよ。でも、まあ、女の人ってこう前髪パツッとするの流行ってるもんね。まあそうかな。そうやな。今短く切りすぎちゃったぐらいのこう。じゃ若くて可愛らしい人っていいけどな。あいいよもう。ええ若いよ。ねえ若いよ。もうパラパラあそこだけあそこだけ。パラパラどころじゃない。まあでもね、まあ正直みんな妙齢ですので、ステージ連続でやるのはちょっとねまあしんどいので次曲今からワンステージ目最後2曲ですねやりまして終わったらねあと上がって休憩してまたブーンって帰ってきますので休憩ちゃうでまあその間皆さん美味しいお酒とお食事を召し上がっていただいてご友人とご歓談していただいて帰ってくるまで待っててくださいそうだ、ね、後半もねいい曲ありますよそうです、ね、入らないですはいお願いしますそしたら、行きましょうか次の曲じゃあ2曲連続でやってよろしい後半えもうほんまあバックルしようかなほんまにはい行きましょうそしたらこの曲はいさっき見えへんねかわいそう若く見えるけど50やもんなあすいませんねはいはい行きます年バラされたから喜んでる64歳に生まれたからなはい、行くで、かっこよく行くで、はい、それでは、声なくてね、皆さん一緒に歌ってください忘れられないの、あの人が好きよ、青いシャツ着てさ
Thank you.